こんにちは、もみあげスピードモーターサイクルズです。本日ご紹介する1台は2009年 XL1200N ナイトスターです。ノーマル車両になります。色は黒、そして、黒にシルバーのラインとハーレーダビッドソンの文字が入っています。まず走行距離ですね、雪が舞ってます。33,687、まあ、33,700km と思ってください。ほぼノーマル、多少傷が入っているところがいくつかあります。例えばこういうレバーの先端ですとか、あとスポークもまあこの年式にしてはまあだいぶ錆を落とした跡があるかなというレベルですね。そしてどうもこの年式塗装が弱いようです。ここですね、塗装が剥げてます。タイヤは、バトラックスのBT45V、 山は十分にあります。あとエンジン、ここですね、ちょっと塗装が剥がれてちょっと残念なところがあります。こちらスイングアームもサビが出てます。リアフェンダーですけども、若干こう荷物を乗せた後でしょうかね、傷が若干見れます。マフラーもノーマルですが、このようにちょっと傷が、前後ともに多少傷があります。まあ、どうしても低い車両が、車体が低いですからね、擦りやすいというところですね。擦った跡という形です。でスポーク、リアのスポークもフロントと同じように多少サビが出ています。ではまず、で2人乗りシートですね、ソロエンジンをかけてみます。タイヤもフロント同様 BT45 バトラックスですね。山は上部にあります。ノーマルの車両はハーレーといえば黒、黒が好きな方には一番いいんじゃないでしょうか。多少傷があったり、まあ、ハンドルもですね、ちょっとこう塗装が浮いてる、剥がれてるところもありますね。こういう車両ですね、ちょっとお休みに出しておきます。ぜひご検討ください。